皆さんこんにちは、Gショーレゴブルダー、ひらりだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちら、レゴクリエイター超音速ジェットです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは昨年の3月に発売されたレゴクリエイターです。ちなみにこちらは僕主催の第3回変形合体レゴロボコンの最優秀商品になっております。これが超音速ジェットです。名前の通りジェット機がめちゃめちゃ速そうに見えます。そしてこちらの超音速ジェット以外にヘリコプターとスピードボートに組み替えることができます。さらにすごいのがこの超音速ジェットにはスタンドが付属しております。はい、箱の後ろはこんな感じです。ではこちらのレゴクリエイター超音速ジェットを組み立てます。レゴクリエイター超音速ジェットです。はい、完成しました。いや、さすがですね。今回の音速ジェットめちゃくちゃかっこいいですね。個人的には台座パーツがあることによって飛んでるかのように見えるので本当に素晴らしいです。はい、こちらが超音速ジェットです。個人的にこの超音速ジェットなんですけど思ってたより大きいです。はい、全体をぐるっと見るとこんな感じです。近くで見ましょう。まずこちらがコックピット部分です。このコックピットの造形なんですけどいろんなパーツが使われていてよく作られています。まあ、当たり前なんですけどこの超音速ジェットにはミニフィグは乗りません。そして羽の部分はこのようになっていて白とオレンジの三角のパーツって結構珍しいパーツとなっていてこれがふんだんに使われています。あとはこういったパーツとか結構珍しいパーツが多く入ってますので結構面白いパーツの使い方をしています。そして後ろの部分はこのようになっていてもうこの炎のエフェクトパーツがめっちゃかっこいいですね。いかにこのジェット機が速いっていうのがもう一目でわかります。裏から見るとこのようになっていてこの超音速ジェットには格納式の車輪が3つついています。まず後ろの2つはこのように取り出して前輪はこのように引き出します。はい、車輪を引き出すとこんな感じです。でこのまま転がし走行で遊べることができます。この超音速ジェットの可動範囲はこのウィングがここまで動きます。それ以外は収納式のタイヤが動くだけなので、まあ、基本的にはこの2箇所だけです。ちなみにエフェクトパーツを外した状態だとこんな感じです。はい、こちらがスタンドです。ちなみにスタンドはほぼ黒いパーツで作られています。飾るときはこう適当なところにつければ、はい、このようにディスプレイさせることができます。このスタンドパーツめちゃくちゃ優秀ですね。どの角度から見てもすごいかっこいいです。個人的にはこの後ろから見た姿がめちゃくちゃかっこいいです。では最後に大きさ比較をいきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさ的に言えばミニフィグスケールよりかは、まあ、どっちかというとマイクロミニフィグスケールかなって思います。ミニフィグが乗れるってなったらこれよりもうちょっと大きいものだと思います。続いてレゴマリオと比較するとこんな感じです。大きさ的にレゴマリオは、まあ、乗れませんね。まあ、乗れるとなったらこれより2倍ぐらいの大きさかなって思います。個人的にはこの超音速ジェットなんですけどミニフィグが乗れたらまあすごい良かったかなって思っております。はい、レゴクリエイター超音速ジェットはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター超音速ジェットを組み立ててレビューしていました。まずこの超音速ジェットの造形とデザインがめちゃくちゃかっこよかったです。これとこの超音速ジェットには珍しいパーツもいっぱい使われていますので、これもいいと思いました。あとはこのスタンドがあることによってめちゃくちゃかっこよく飾れるのもすごいいいと思いました。次の動画ではこちらのヘリコプターに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほなな、イエーイ。